オラントラムはアルジェリアの都市オラン市内を走る路面電車2013年から営業運転を開始した2006年アルジェリアの各都市の公共交通事業を受け持つ国営会社のエマは各都市の道路の慢性的な混雑解消や公共交通の拡充のため主要都市に路面電車を建設するプロジェクトを発表したアルジェリア第二の都市 人口120万人を誇るオランの路面電車、オラントラムもその一環として計画が始まったものである。かつて、オラン市内には1899年に開通した、期間 1055mm の路面電車網が存在したが1951年までに廃止され、その代替として登場したトローリーバスも1969年に営業運転を終了した。 オラントラムはそれらとは別に計画されたもので、2006年にフランスのコンサルタント企業であるインジェロップにより、検討が始まり2008年からアルストムとイソリュックスコルサンのコンソーシアムにより、高架橋や地下道の建設などを含む大規模な工事が始まったが、その後の工程の遅延により、オラン市内の新たな路面電車網であるオラントラムの開通は2013年5月1日となった。 路面電車の運営は、フランスやアルジェリアの公共交通事業者の共同出資によって設立された、アルジェリア国内の路面電車を運営する、セトラムによって行われる。2020年現在、オラントラムは、エッセニアとシディマルウフバスステーションを結ぶ、全長 18.7km32 の電停を有する路線で運行を行っている。大半の区間は伏線だが、 オラン市内中心部、11月11日広場を通過する区間は単線になっており、進行方向により経由するルートが異なっている。車両基地は、シディマルーフバスステーション付近にあるほか、エッセニアにも最大6両の車両が停車可能な留置線が存在する。所要時間は、シディマルーフバスステーション方面が64分、エッセニア方面が62分で、 最短8分間隔、最大でも10分間隔という高頻度運転が実施されている。1日の利用客数は9万人を記録している。運賃は片道40ディナールで、他にも5日間利用可能な乗車券が320ディナール、1ヶ月間利用可能な定期券、トーサールが1500ディナールで発行されている。また25歳未満や60歳以上の乗客については、 トースサールの割引が行われる。シタディス3 0にオラントラムで使用されているのは、フランスの鉄道車両メーカーである、アルストムが世界規模で展開する超低小電車、シタディス302である。全車とも両運転台式の5車体連接車で、開業に向けて製造された一時車は、スペインのバルセロナにある、アルストムの工場で作られた。通常は23両が、 営業運転に使用され、2両は予備車として車庫に待機し、残りの車両は整備が実施されている。事故で述べる増備予定分も含めた主要所言は以下の通り。ただし、下記の車両のうち1両については2016年に起きた脱線事故により、車体を損傷し、長期にわたって運用を離脱している。オラントラムには、 オランエスセニア空港まで向かう路線を含む3つの延伸計画が存在しており、すべて完成した場合路線の総延長は 48.8km に拡大するが、石油価格の下落などで生じた財政難の影響から2020年の時点で建設開始には至っていない。一方、これらの延伸計画及び事故で長期運用離脱中の車両の代替として、 オラントラムでは17両の車両の増備も進められており、2019年の時点で129の代替として営業運転に投入されている133を含めた給料が納入されている。これらの車両については、スペインのアルストム工場で製造された部品を用い、アルジェリア国内で最終組み立てが実施されている。ありがとうございます。